中で、もう手術が始まってるんです。もうちょっとかかると思いますよ。ちょっと見てきますね。やっぱりまだ時間がかかりそうですね。皆さん、お友達？はい、神崎さん。サンデーちゃんのこと、説明してもいいですか？体を何かが貫通したようなんです。貫通？貫通って何がですか？侵入したものが何なのかは体内に残っていないのでわからないんです。多分拳銃の銃弾じゃないかと思いますけれど。銃？まさか銃。たまにありますよね、矢を撃ち込まれたとか。でも銃だなんて。そうですね、ちょっと信じがたいですけど。だとしても貫通はしないですからね、普通。まさかまさかと思うんですけど。とにかくサイズが、口径が小さかったのが不幸中の幸いです。じゃなかったらひとたまりもなかったと思いますから。それと内臓を外れていたのも良かったですね。ちょうど肩のあたりですね、胸と肩の中間くらい。そこから入射して斜めに貫通していって、背中から射出されています。大丈夫です、すぐに良くなりますよ。私のせいだね。私がちゃんと注意してあげなかったから。外で歩いているのは知ってたのに、私がのんびりしてたから。でもね、
私だって何でもかんでも分かるわけじゃないんだよ。全部忘れるから。ちょっと外の空気でも吸ってきた方がいいみたいね。あ、私もついています。なんだし、血なら平気。ほら、私たちも外に出よう。あとどのくらいかかるかわからないし、みんなもういいよ。え、でも…ごめんね、チカ子ちゃん。本当は私、一人になりたいんだ。本当、ごめん。一人が嫌になったら電話してもいいからね。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。みたいね。それはわからないけど、もしかしたら妹さんのことを思い出したのかも。
よいしょ。マジブレーキしなかったでしょ？見ているこっちの方が怖かったよ。私はまだまだいける口だけどな。千尋がそうでもしょうがないけどね。とか車が飛び出してきたりとか。車は大丈夫なんじゃないかな。そうなの？うん、だって私調べたから。横道からこっちの道には入れないんだよ。進入禁止ってやつ。へえ、よく知ってるね。カズハちゃんマメなんだ。やっぱり心配だし。前に言ったっけ、言わなかったかな。双葉車にひかれたんだよ。怪我はそのせいだから。
私と競争しようよ。気をつけてね。私はマジ早いよ。